ワンズタイムでは車中泊しながらワンコと楽しめるスポットも紹介していきます。今回はワンズタイム初、静岡。多くの観光スポットがあることでも知られています。静岡車中泊の旅も最終日。今回は霊剣疾平太郎伝説で有名な見附天神へワンズと一緒にお参りしてきました。今回の旅は観光スポットがたくさんある静岡。ワンズタイム初、静岡を楽しみます。前回古くから、ことのままに願いが叶うと言われる、ことのまま八幡宮を参拝。道の駅掛川の千の坊では、遠州そばの美味しさに感動しました。次の目的地、見附天神に向かってます。朝あんなにね天気良かったのに一瞬にして曇ってきて、今ちょっと雨が降り出してます。まあちょっとね、これ以上雨降られるとワンズが濡れちゃうんでどうかなっていうね、今思ってる最中ですが、とにかくね疾平太郎はね行きたかったんで、とにかく向かってます。雨なんとかなることを祈りながら今見附天神の方に向かってます。合格祈願をね買いますね。学業の神様でもありますかね、これね。見附天神駐車場到着しました。はい、これからね雨が降ってくる前にお参りしていきたいと思います。ここにね見附天神社銅像があります。疾平太郎、ここに来たかったんだよね。そう、はい、はい、じゃあ鳥居くぐっていきましょう。よし、行こう。はい、疾平太郎伝説、見附の町を怪物から救った勇気ある犬の物語です。遠い昔、矢を建てられた家は、その家の娘を生きたまま棺に入れて、真夜中に見附天神を供えする悲しいしきたりがありました。夜中に出てくる妖怪は、信濃の疾平太郎を怖がっている様子。旅の僧雲水は、駒ヶ根市にある光禅寺で飼われていた疾平太郎という犬にたどり着き、疾平太郎と共に見附へ戻りました。妖怪が現れると、疾平太郎が妖怪と戦い、長い戦いの末退治。見附の人々は心から感謝し、大般若経600巻を書き写して光禅寺へ奉納しました。手を清めていきましょう。はい、まず久美さんが手を清めていきます。出た、はい、ちょろちょろ出てますね。見附天神柳姫神社、古くから見附のお天神様として親しまれ、学業成就、健康守護、安産子育て、縁結びの神として崇敬されてきました。主祭神は柳姫の御事で女性の神様。古来より祀られてきた神様で、1300年以上の歴史があります。ご神徳は五穀豊穣、安産、子宝、子育て、縁結びなどです。はい、まずはね、久美さんがお参りしてきます。はい、お参りしてます。はい、こちらがね、ご神木になります。はい、ご神木指定の証って書いてますね。いろんなおみくじがありますね。
子供みくじとかね、おみくじいろいろ、はい、ペットの、ね、肉球お守りとかね、ペット健康お守りとかねありますよ。はい、ということで疾病おみくじ、おみくじやりましょう。かわいいよね、サッカーね。かわいいよね、サッカーね。サッカー、野球サッカーかわいいね。やっぱこれ静岡といえばさ、サッカーじゃない？そうだよね、うん、じゃあサッカーにしようかな。はい、じゃあサッカーでいきましょうか、はい、じゃあどれよりもサッカー、うん、はい、はい、じゃあこれを選びました。疾病おみくじです。かわいい。はい、じゃあ開けてみましょう。はい、お、出ました、大吉。さすが久美さん、去年から大吉率が高いですね。そうだね。じゃあ読んでください。はい、はい、月こそものの上手なれ。はい本当ですね。本当だね、うん、はい、健康、よく体を動かせば吉、うん、旅、春に行くといいんだね、うん、夏が吉、うん、願い事を気長に構えよ、後に叶う。うん、この好きこそ何、うん、物の上手流れは、ね、勉強でも、うん、趣味でも、うん、努力するきっかけは何だっていいのです。そう、好きだからというのが立派な理由です。古いんか、印塚といって、古いんかをね焼く感じの、そういうのあるんだ、知らなかったね。初めて聞いた。筆塚。で、これも古い筆？そうだね。書道の初心を献上。古い筆をね、ここでね、やるんだ。すごい。はい。霊剣神社って書いてますね。白い鳥居が特徴ですね。はい。霊剣神社。はい。ここね、五霊源神社って言うんだよ。はい、昔ね、すごくね、ここね、活躍したお兄さんがいてね。うん、そう。ね。そう。疾病太郎っていうね。ここね、ゆるキャンの聖地。すごい。ゆるキャン、私たちも大好きなんですけど、ゆるキャンの聖地です。霊剣神社ってことですね。はい、ペット祈願ね、はい、やってます。健康長寿、元気で長生きしますように、病気併癒。はい、お参りしてきます。もう高齢犬になってきてるのに、あるともね、たくともね、長生きしてもらわなければ困りますので、健康長寿祈ってきました。はい、はい、先ほどね、御朱印お願いしたので、それを取っていきたいと思います。これが御朱印になります。はい、これが見つけ天神の御朱印になります。はい、して疾病、そして疾病の、はい、霊剣神社ですね。はい、これで御朱印をいただきました。はい、良かったですね、今日来れてね。はい、道の駅掛川で買ってきた干し芋です。はい、お土産として買ってきましたね。これをね、ワンズと一緒に食べたいと思います。はい、どうぞ。美味しいね、タクト。はいよ。美味しいね、やると。はい、カノンちゃん、どうぞ。美味しいね、カノン。よかったね。いかがでしたでしょうか。バンズと静岡車中泊の旅、総移動距離は600キロ、近すぎず遠すぎずちょうどいい距離の旅になりました。
念願の富士山も見ることができ、グルメはご当地絶品グルメに大満足。行く先々の景色はすべて絶景でした。今後もバンズと一緒にいろんなところに旅する予定です。お楽しみに。励みになりますので、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。